しゃいませ。ルーク堂へようこそ。バイトリーダーのアキリと、ルーク堂店長のルークです。はじめまして。このチャンネルでは、使ってよかったもの、っていうようなものをいろいろと紹介していきたいと思います。では、店長、こちらへ。店長は仕事に行きました。記念すべき第1回目はこちら、キントループティーストレーナーです。これはAmazon さんで1650円で購入しました。ブラックとホワイトがありましたが、私はブラックにしてみました。ハンドルは樹脂製で熱くならない構造になっています。実際すごく目が小さいので、茶葉も外に出にくい構造になっています。こんな感じです。これがいいところ。それでは早速使ってみたいと思います。今回はダージリンティーを使って美味しい紅茶を作ってみようと思います。実際にはこんな大きな入れ物ですけど、私はこの容器に移して持ち運びができるようにして使ってみます。よし、蓋を開けてストレーナーを取ります。片手でスライドさせて、で茶葉一杯分を取ります。これは、スプーン代わりになるので、これですくうだけで簡単に取れます。カタッと閉めます。こっちも乾燥しないように蓋を閉じて、それでは作ります。熱いお湯を直接注ぎます。美味しい紅茶ができますように。はい、注ぎました。これで今から2分から2分半待ちます。しました。じゃーん、こんな感じに美味しい紅茶が出来上がり。イエーイ。これをこう水を切ってレフトに戻します。そしたらこれで早速いただきたいと思います。おいしい。おいしくいただきました。店長が帰ってきました。今回は、キントのループティーストレーナーを紹介させていただきました。ソロキャンプにもおすすめなので、ぜひ使っていただきたいと思います。それではチャンネル登録お願いします。さよなら。またねー。